それではサウンドビバージェについて松山記者に伺います。よろしくお願いします。はい、お願いします。騎乗は2歳以来になるんですけども、その後戦ったりだとか、あとビデオでご覧になって印象どういうふうにお持ちだったですか？そうですね、僕も乗せていただいてたんですけれども、違う馬から見させていただいてて強い馬だなっていうふうに思ってました。前走の阪神牝馬ステークスも同じレース騎乗なさっていたんですけれども、勝ち馬サウンドビバージに関してはどういうふうに思ってらっしゃいましたか？はい、スタートもしっかり出てくれて、いいポジションからいい勝ち方だったなっていうふうに、思ってました。これまで何戦かご覧になっていると思うんですけれども、そのレースのたびに印象というのはどういうふうに変化なさってますか？レースのたびに、はい、前走も勝ち馬だったんですけども、その前の敗れたレースなどでもご覧になっていると思うんですけれども、印象の変化みたいなものはありますでしょうか？印象の変化っていうのは特にはないですね。本当に先行力あって、いい馬だなっていうふうにずっと思ってました。そして騎乗が決まって今日含めて3週連続調教を騎乗されているんですけども、印象はいかがですか？そうですね、動きもいいですし、前に乗せていただいてた時よりもすごいパワーアップしてるなっていうふうのにも実感しましたし、すごいいい馬だなと思ってます。特に1週前、先週の時計がかなり話題になっているんですけども、乗っていた感触いかがだったでしょうか？そうですね、1週前ということでしっかりやらせていただいたんですけれども、動きも良かったですし、ちょっとこう回るところがそんなに外、目いっぱい外を回ってたわけじゃないので、どっちかっていうとちょっとこう真ん中寄りを回ってたので、その辺時計も出やすかったのかなっていうふうには思ってます。仕掛けた時の感触ですとか、その辺伝わってくるものっていうのはどうだったですか？そうですね、手応えもずっと良かったですし、直線追ってからっていうのも動きも良かったなと思います。そして今日が最終追い切り騎乗されたんですけど、今日はテーマっていうかどういうふうな思いだったんでしょうか？はい、先週まででしっかり追い切りしてますので、リズムよく、無理させない程度に、輸送もありますし、そういった形の追い切りでした。はい、登ってくる時の力強さとか、そのあたりっていうのは感触いかがだったですか？はい、力強さに関しては、変わらず順調に来ているなと思いましたし、その中でこうしっかりためも聞いて、無理をしない程度にいい追い切りができたんじゃないかなっていうふうに思ってます。3周騎乗されてレースを迎えるにあたってこう満足度としてはどういう評価というふうに思ってたらいいですか？そうですね、追い切りに関しては僕としてはすごい満足できる内容だったなというふうに思います。あとはそれが本番レースでしっかり出せるように頑張りたいなというふうに思います。そのレースが東京の1600ということなんですけれども、ポイントをどういうふうに感じていらっしゃいますでしょうか？そうですね、先行力ある馬ですし、しっかり自分の競馬をして、いいレースをしたいなっていうふうに思います。枠順とかでも変わってくるとは思うんですけども、理想の流れといいますか、理想の展開というのはどういうふうに感じていらっしゃいますか？しっかりとためも効く馬ですので、た、めたらしっかり足も使える馬なので、特にこう展開とかはそこまで今意識はしてないんですけれども、しっかりこの馬の良さっていうのを出したいなと。なのでしっかりスタート決めて、その中で、リズムよく馬の持ち味っていうのを引き出したいなっていうふうに思います。良さ、それから持ち味っていう単語が出てきたんですけども、一番 の, その良さ持ち味どんなところでしょうか？今言った通りですね。はい、東京の1600、今回協力メンバーになりますけれども、そのあたりどういうふうにお感じになってますでしょうか？そうですね、強い馬たくさんいると思うんですけれども、強い馬だと思ってますので、なんとか頑張りたいと思います。それではレースに向けての意気込み抱負をお願いいたします。はい、今回こうして依頼いただいて、チャンスいただきまして本当にありがとうございます。しっかりと結果を出せるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、いかがでしょうか。お願いします。
関係スポーツの丸橋といいます。この今、まあ、話題になるのはやはりテンションの部分だと思うんですけれども、追い切り等で記録されてまして、そのテンションの部分というのは、難しさだったりとか、感じるところがありましたでしょうか。追い切りに関しては、そういったところはなくてですね、それは以前からそういったところはなかったので、あまりそこでこう、なんていうんですかね、そこで何もなかったから大丈夫だっていうふうには思ってなくて、まあ、当日次第ですね。やっぱり当日、まあ、東京競馬場なので、まあ、広いコースで、まあ返し馬行く時とかも、まあ、馬場入りなんかも、まあ、かなり注意を払わなきゃいけないですし、そこでのテンションの上がりっていうのはやっぱり前走の浜中さんにも聞きましたけれども、やっぱりそういったところはある馬なので、まあ、最新の注意払って、行きたいなと思ってます。